こんにちは。デジカメウチチャンネルです。来ました。キャノンの EOS R7 と R10 がここにありますので、早速外観から見ていきたいと思います。じゃあカメラさんこちらにお願いします。これが EOS R7 です。7と書いてあります。えー、今ついているレンズは1850という高倍率タイプで、今回 RFS マウントというのが新しく APS-C 用に出てるんですけど、こちらの1845というのの2本がラインナップされています。で、R7 なんですけども、 えと電源スイッチはこの辺にあってこういう感じで入りますと。えー、で特徴的な操作部が新しく加わっているんでそこをまず見ていきたいんですけどもこの EOS といえばここにサブ電子ダイヤルというクルクルがあったのがおなじみだと思うんですけどもこの EOSR7 では新し,新しいサブ電子ダイヤルという呼び方をされてるんですけどもここに来ていますファインダーの脇ですね。ここにクルクルというのがあって、えー、いわゆるこのグリグリと呼ばれているスティック状の AF 選択のレバーもその中に組み込まれているという形ですね撮影時の使いやすさにフォーカスしたということでここに配置されていますなのでここは十字キーと Q ボタンっていう形になっています EOSR10 も EOSR7 もどちらもこのバリアングル式のモニターになっていますメニュー画面とかはまあおなじみの EOS の画面を継承しているというところでタッチも効きますしこの辺りは おなじみの操作ができるかなというところですね。で、えー、天面ですけども、モードダイヤルがありまして、で、電源レバーに動画モードがこう組み込まれている形になっていて、で、この操作の感じというのは、こちらに EOS KISS X10 一眼レフがありますけども、もうこの時点から結構、えー、取り入れられているような UI になってますね。はい、そして、えー、まず R7 の話ですけども、こちらに記録メディアは SD の ダブルスロットという形になっています。そして、バッテリーはいわゆるこのかまぼこ型の R5 とかとも同じ、おなじみのバッテリーが採用されています。R10 は四角いタイプですね。キスデジとかに近いような感じ。ついでに R10 の方も見ていきましょうか。ちょっとちっちゃいんですね。こうやってみると。並べてみると。えっ、ー、と、ここに、 イオス R5 がありますんで、これを基準にしていくと分かりやすいかなと思うんですけども、真ん中に置きましょうか。えー、フルサイズの R5 です。で、R7 がこちら。こちらが R10 というところで、えー、R10 の方がやっぱり小ささは感じるかなというところですね。で、面白いのがこの造形、特にこの、まあ、いわゆるペンタブの周りの造形が面白くて、R7 の方はちょっとイ、e、オス R3 とかに近いような、えー、今の、えー、ハイエンド機というような雰囲気があって、 こちらの R10 ですと、内蔵ストロボが入っているっていうこともあるんですけども、ちょっとキス系とか、えー、もっとそっち系の感じの造形になっているというところに面影がありますね。こちらはコンパクトな標準ズーム、え、振動式です。振動式の1845というのが付いていて、非常に薄いですね。やっぱりこの標準ズームがこう薄型というのは非常にいいですよね。で、電源はここにあります。これで入れまして、こういった感じで。 この辺もおなじみの UI が踏襲されているというところですね。そして、えっ、ー、と、この R7 と R10 両方とも新しいところがもう1個あるんですけど、このレンズマウントの根元のところに AFMF のスイッチがあるんです。まあ、多くのカメラだとこの辺に来ていることが多いんですけど、この位置にあることによって、こう持ったまんま操作できるんですね、こっちか。こうファインダーを除いたままでも、 AFMF を切り替えられるというところで、こちらの新しいサブ電子ダイヤルと一緒にこうファインダーを覗いたまま操作ができるというところがポイントになっています。で、これがあると何がいいのかということなんですけども、最近のキャノンのレンズですと、MF の時にだけ、えー、ともっと最短が寄れるようになるというレンズがいくつかあるんですけども、まあそういった要素にすぐアクセスできるようにということもあるそうです。で、これはこっちも同じです。ここにレバーがついています。で、真ん中はボタンになっていますというところですね。 で、えっと、この2つの機種の位置づけなんですけど、R7 の方は APS-C のハイエンドという呼び方をされています。フラッグシップという言い方はしてないんですけども、APS-C のハイエンドという風になっています。そしてこちらはエントリーモデルということになっています。大きく何が違うかっていうと、まあ、主に画素数がまず違うっていうところ。それから、えー、この2機種はどちらもメカシャッターで連写するというのがメインにはなっているんですけども、電子シャッターですと最高で秒間、 30コマまで R7 は取れるんですけども、それが R10 だと23コマまでというふうになっています。で、メカシャッター、電子先マクですけども、メカシャッターの場合の連射速度は最高で秒間15コマということで同じというふうになっています。あとはまあボディの作りがご覧に入れたように違うというところと、R7 の方だけボディ内手ブレ補正が入っています。SD デュアルスロットになっているのも R7 だけ。価格、ボディ単体で言うとまあおよそ7万円の違いがあるというところが大きく変わってきます。このカメラの クラス分けを感じるところがシャッタターボタンですね、えー、とこちらなんですけども R7 の方は、えー、いわゆる底付きしないタイプといいますか前押しのところが、えー、底付きしないタイプになっているんですね中級機以上によくあるような仕立てになっていますでこちらはいわゆるキスデジタルなんかでもあったような前押しの時にカチッとこう底付きするようなタイプになっているんですね っていうところで、この辺もクラスが違うというところが感じられます。EVF、ファインダーの倍率が若干違うっていうところがありますね。えっ、ー、と、じゃあ、シャッター音聞いてみましょうか。えっ、ー、と、まず、j ゃ R7 の方から聞いてみましょう。125分の1秒で。こんな感じ。1000分の1。感じですね。で、15分の1。 という感じですね。15コマのメカの連射をいってみましょうこんな感じですね結構迫力がある感じの音がしますねでこれが R7 ですじゃあ次 R10 の方にいってみましょうかえっ、ー、とやっぱりボディーの作りが違うんで響きが違うんですけども傾向としては似てるかなというところですね125分の1秒ですちょっとこちらの方が明るく響くような感じがありますね 1000分の1。1五分の1。1 1 1こんな感じですね。まあボディの小ささとか、その辺が出ているかなと思います。そして連射だと、こんな感じで、よりなんかオープンに響くような感じがありますね。ボディがちっちゃいからだと思います。はい。というところでシャットー音を聞いてみました。AF 周りのところ、まあこれはいろいろ。 多少の注釈もつくんですけども、わ、えー、かりやすい伝え方としては EOS R3 のエッセンスを継承しているというところがあります。例えば EOS ITRAFX とか、このトラッキング機能もついている AF とか、そういったところのエッセンスを EOS R3 から取り入れているというところがキャノン機らしい強みというか、そういうところがあるかなと思います。 それで、えーと、一つ注意点として案内されているのが、えー、どちらの機種も R3 から継承している部分っていうのは大きいんですけども、電子シャッター撮影をするときのローリング歪み、これは EOSR5、えー、EOSR3、e、よりも少し大きいというところだそうです。なので、えー、キャノンとしても、この2機種のコマ速はメカシャッターを使ったときの最高15コマ秒というのを表に出しているというところですね。それで、えー、カメラのデフォルトの設定も電子先膜のメカシャッターを使うということになっています。 というわけで、えーと、まずは、荒々の外観ではあるんですけども、2機種についてお伝えしてみました。えっ、ー、と、この後、他の動画でもまたちょっと別の要素、レンズの方とかの話もしていきたいと思いますので、そちらもぜひご覧ください。ありがとうございました。